はい、行きましょう。こちらちょっと珍しい夏咲きジャイアントキルタンサス。これキルタンサスって基本的に春の植物やるね。うん、うん、夏咲きって書いてる。そう、夏咲き、まあアマリリスみたいな、こんな球根みたいな。どこの？小林園芸新潟。小林さんなんか作っとったわ。あのアザリアかなんかそっち系やったかな、うんうんうん、で、はい、話しよう。食栄養はおめちゃいい。おちゃん買った？買ってない？買ってんけど。惜しかった。考えてる間に落ちるかも。あ、そうなんや。残念。石原のバブナ。はい。なんだ。おー、オルラベル。あ、これちなみにさやかさんのです。タグがね。ちなみにタグが切る。さやかさん、さやか師匠のです。これ言うの忘れてる。え？みんな知ってるよ。知ってる、気づいてる。あのテロップ出てるか。なんで？カナダ。ダーカナさん。これです。はい。同じの。あ、同じ。はい、錦笹と、はい、これね、錦笹は風なしと風入りやけど、風入りの方がいいね。へー、うん、はい、後編レッツラベンダー。いい匂いする。あ、同じやついってる。あ、ほんとビッグスマイル。あ、同じのいってる。スマイルラッシュ。すごいね。あ、キューベゴ。さすがです。フォーチューン。バイバーン。これあんまキューベ語変わんないね。どっちかって言ったらあのリーガスエラチオールの方が得意。はい、トリニャー、僕だよー。で、ニューラー、これね、うん、お、ラベンダー35になってます。アラルディ、ラベンダー花が長いんで。ほんとや、ピヨンってなってる。ていうか、これは何？イングリッシュ？イングリッシュでもちょっと違うよね。そうそうそう。なんかこの額がでかい、うん、ここ一応分類はイングリッシュ、一応、うん、珍しい、うん、違ってたらごめんね。あ、汗が咲いてる。咲いてる。じゃあお客さんがよく最近言ってくる、兄ちゃん朝顔ないのって言ってくるけど、言ってくる。そう、誰のものかね。誰のものかね。朝顔。朝顔やけど昼顔かっていうね。あ、うん、ね、はい、タルコ今日。バイバーン、ね。あ、これ同じの言ったわ。着物ケイトゥー、はい。あ、これいいね。コーヒー。コーヒー。朝の一杯コーヒーはいかがでしょうか。コーヒーとどっち行こうと思ってコーヒーにして。いや、コーヒーでしょ。コーヒー、うん、あ、これ2ケースいったんやね。あ、違う、あ、山違うね。今後原口、いや、俺ね、さっきポップスター出てきてクソとかでも原口のこのこれが先に出とったら俺多分押してるんよ。さっき三浦が出たから、そう、あっち押したよ。俺押さんかったんや。あ、そう、こっちが欲しかった、うん、でもね、そんなん言ってる間俺のケースがね満たされたからね。はい、今日は終わりみたいな。俺あのそこまで深追いせえへんから。そうか、そう。お、ストレプトトーパスいてる。あ、これあ、ストレプトトーパス前に見てたんですよ。久しぶりに来たから。じゃあ俺これあのここ来て別の動画で言ったんやけど、トーパス行くんやったら俺はセンポリやなっていう。私はセンポリ行くんやったらトーパス。あ、逆やね。グロッキー行くんやったらセンポリやない。グロッキー君、あ、グロキシニア。ああ、いや、年に1回ぐらいはグロキシニアはね、行きたい。1回だけ行きたいね。そう。でも同じ。長いのビスカス。これ一緒じゃない？え、一緒一緒一緒。うん。すごい。立ってあげよう。ビス。ありがとう。今？ありがとうなんかどうなのか。いつも落としてる時に撮るから。違うよ。天使、はい、そうですね。あ、天使いったんやね。あ、違う、クリスタルピンク。普通の天使は外した。あ、天使、俺も天使は外した。天使とミセスユミ外した。あ、秋で撮った。あるはでもね、そこ、そう、
あそう、秋やったらユミこっちのアジサイも綺麗かったですよね。グリーンガロー前回と同じラインナップでした。グリーンガローかチップでもうなくなったらもう水森で、あ、これ一緒かな私と。あ、一緒ね、一緒です、ね、一緒一緒、ちょっとペーハー受けてるね、一緒です。綺麗チボリブル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 こんな感じやね。さあ、じゃあ胡蝶蘭行こうか。はい、おー、またいっぱい来ましたね。ババーン、これすごい鮮やか。シーナ、シーナヨーラン、いいとこ4本立ち、いいとこのばっかり。なんか朝一来たら、なんか胡蝶蘭急に安くなってるから、買わない。へぇ、いや、これはめちゃくちゃいい。ここの本当よ、持つからね。どんだけ行くんよ。めっちゃか、え、これここも？大屋とかも？うん、でもまだね、まだ集まってない。パパ早く集めて。パパほら。すごいね。綺麗なと思った。やめっす。なんだ？出稿されるやろ。おお。普通のあのコクシネアに近いサルビアやろね。なるほどね。アフリカンスカイヤって ないね。あ、ラベルついてる、うん、ブルーサル、ブルーサル、うん、へえ。で、中長ゴーヤ、中長ゴーヤ、中長ゴーヤめっちゃゴーヤめっちゃゴーヤあ、チャルディやね。これちょっと反転してもいい？暗いからね。白ゴーヤもいった？白ゴーヤもいった。ほんまや。あ、白ゴーヤ。はい、ゴーヤ。はい、これもよくわからんかったから、なんやろ。ルドベキアやね。まあ、咲いてないやつ。咲いてない。アロマリゴールドって聞いたことない。え、違う。見て。なんかね。アマリロゴールドになってる。なんか、何だっけ？何だっけ？トト？あ、じゃあプレイリーさん。あ、 あれかと思ってんけど、なんかちゃう。じゃあプレーリーっていつも高いよね。高いよね、うん、あれなんであんな高いの。やはり品種もんなんやろうね。もしかしてアスチルベですか、これ。そうです。昔はあの神戸の人間が言っとった、アスチルベはよくチルベって言っとった。確かに、わかるよ、わかる。シャーです。いや、吉村で言っとった。シャーでいいよ、かまへん、かまへん。吉村なんとかとは言ってない。いや、言ってない、うん、どこの吉村かは分からん。いや、分かるよ。じゃあ、こんなもんかな。はい、ということで、師匠でした。え、はい、ごめん、ちょっと喜んでた。なんかね、うん、腹入ってるね。あ、そうそうそう、リップがケタロイドの中ちゃうと思う。ちょっとあのミルトニアチックなやつやね。そうそうそう、はい、ということで、以上です。